たを疑って。いいんだ、すべて話すよ。君を失いたくない。その言葉だけで十分。ねえ、こっちへ来て。警備員に怪しまれたから長居できないわよ。でも未だにヒットなし。やっぱバリアか。昨日の意気込みはどこへ行った？うるせえ、勝負は2アウトからなんだよ。無駄話はいいから、キーワードのことだけ考えなよ。国民のことは二の次、自分や取り巻きが良ければいい。他人を踏みつぶしてでも総理になりたい。トミー、金持ち。おい、あいつから聞いたことで何か思いつかないか。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。舵取り？もしかして当たった？はあ？議事堂が船？それどんな景色？国会議事堂は陸の上にあんのよ。まるで想像つかない。まあ、ともかくバリアとかはなさそうだな。うっせえ、とっとと入んぞ。警備の目は大丈夫だな。念のため壁に身を寄せろ。じゃあやってくれ。景色変わってなくね？入ったんだよな。警備はいなくなってるようだけど、はっきり見分けがつかないわね。お姉ちゃんの時と似てる。だが今回は議事堂そのものも変わってないように見えるのが奇妙だな。あ、でもさっきは門開いてなかったよね。っていうかモナが格好変わってるし。なら一応パレスか。中入って見てみようぜ。そっちはどう？何かいる？いや、いたって普通だ。チェックしてみる。ん？なんだこれ。どうした双葉？双葉？なんだ？なんじゃこりゃ。
この国を沈没させても自分だけは生き延びる、そういう認識ってことよね。ざけんなよ。何が子供が誇れる国だ。頭ん中じゃ沈没してやがるじゃねえか。こんな奴がトップに立ったらマジ終わりだろ。バカバカしいにも程がある。明智も明智だ。この景色奴は見たことがあるはず。それでも手助けしていたと。彼どういうつもりなのかしら。名誉か単純に報酬なのか、何にせよこんな人のせいでお父様は。国じゃなくて指導を沈没させるべきだな。歪みの中心地だけじゃなく国全部が水没してるパレス、こんなとてつもない欲望を持つ人間がいるもんなのか。気をつけろ、今までとは一味も二味も違うぜ。絶対お宝奪ってやる。だよ、気が抜けるな。いいえ、それでいいと思う。ここまで失敗していないんだから、冷静に力を出し切れば結果はついてくる。選挙の前日、12月17日までに決着つけないと。攻略開始だ。はめてくれやがった礼をしてやろうぜ。てか、何の余興かな。まったく指導様は我々を飽きさせないね。ほんと、この船に乗っている限り私たちは永遠に勝ち組ですものね。なんだこの連中、今のを見て警戒を抱かないのか。指導の船に乗れたことでもう自分たちに危害を加える者はいないと思ってるんでしょ。ふっ、危機感のない野郎どもめ、そいつが飛んだ泥船だって分からしてやるぜ。ねえ、宝箱だぞ。ルカ、開けよう。正体を見せろ。不意打ち成功。これで負けたら承知しなきゃだめよ。弱点をつけるスキルは持ってないの。人間の決
知らせ。アンクサモ決まった。みんな合わせろ。ボコボコに来た。これでしまいだ。やれやれ、この程度。シャドウがいるよ。正体を見せろ。おお。見て見て、新技だよ。さて、よし。
コボコにして。この程度で終わりだ。気合いだ。弱い敵は全滅。順調だ。ノアール、いいな。このまま行こう。楽勝。大したことねえな。それ宝箱だ。でけえ扉怪しいだろう。先に何があんだ。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。賛成475人、反対0。何か聞こえるぞ。反対者逮捕のため本案は全会一致をもって原案通り可決推奨と決定いたしました。指導の声か。ケツ、何やってんだ。ここが見た目通り議事堂なら、最深部にあるのは本会議場でしょうね。本会議場？ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。で、中で何してんの。指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な投票よ。味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ。カードキーを見つければいいのか。指導の取り巻きになるとか忠誠を誓うとか、そういう資格が必要なのかもな。要は味方の証明がいるってことか。切り替え早いわね。けど資格ってなんだ。聞いてみる？船にいるお客さんに。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知上のそいつだ。当然指導が握らせた秘密について知ってる。確かに一理あるわね。だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。ドイツが化けて暴れ出しても不思議はない。そっか、そうだよ。襲ってきたりしない。もちろん覚悟は必要だけど、話くらいできるんじゃないか。この船は多分生き残る価値を指導が認めた奴らだけ乗せてる箱舟だから、豪華な客船なんだ。それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも。それにみんな仮面で仮装してるのも好都合。この格好でもギリギリ混じれそう。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。自分自身と同じようにな。ならみんな手分けして聞き込みを。さてと。うん。
パレス、認知症のお客がどいつも本当に人間そのものだ。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分けがつかん。確かにな。主の観察眼や洞察力がズバ抜けてるってこった。シド、強敵だな。ビビんなって。別にビビってねえ。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。よし、各自が集めてきた情報をまとめるぞ。なるほどな。そうね。どうやら聞いてくれ。聞いて。グフフ。よく聞け。5人、政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、IT 企業社長、あとトラブル処理役、そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。すごっ、さすが天才児。リップの情報がわからなくなったら双葉に確認しましょう。ならちゃちゃっとやっつけてこうぜ。ねえ、そうだな。よし。頼んだぞ。俺だ。悪い、疲れてるよな。すぐ終わるからちょっと聞いてくれ。今日
シドウの野郎のパレス入って改めて思ったんだ。シドウは放っておいちゃいけねえ。あいつだけは改心させないとダメだ。お前はずっとそう思ってたよな。お前の敵だってのももちろんあるけど、それだけじゃねえ。あいつに国を任せちまったら、弱い奴は今までよりもっと苦しむことになる。それを何とかするのが俺たちの使命ってやつなんじゃないのか。前に一回お前に聞いたよな、影のヒーローって地味だよなって。今は結構逆だなって思う。影のヒーローは上等じゃねえか。あのさ、俺指導を改心させたら、あ、いや、なんでもね、忘れてくれ。指導、必ず改心させようぜ。俺にできることは何でもやるからさ。話聞いてくれてありがとな。じゃあな。よっ。はあ。なあ。はいはい、静かに。いいのか、こいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうオチじゃないですよね。よくわからないけど、夢じゃないですよね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうからちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです、本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。吉沢さんか。あ、初めましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら
今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと？全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩、いえ、ですが。正直言って、今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。それじゃあまた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
でも。
用はどうする？では。行くぞ、囚人。行きますよ、囚人。おう、帰ったか。こんにちは。さすが、味に深みがあります。嬢ちゃん、コーヒーにはまってるらしいな。
おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。ああ嬉しいこと言ってくれるね。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お言葉に甘えます。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど最後にはしっかり聞いてくれた。緊張して気疲れしちゃった。要人のお相手する機会はよくあったけど本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな、おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。ありきたりな夢よね。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。もしあなたと出会ってなかったら、そう考えるたびにゾッとする。好きでもない尊敬もできない人のところに嫁いでひどい人生になってたかもしれないのに、一緒になれてよかった。ごめんなさい変な言い方しちゃった。その仲間になれてよかったっていうか。もうあなたさえいてくれたら私もう大丈夫。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。人生を救われたんだもの。私の命に変えてもよ。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、女帝の究極なる非望に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。ああ、
帰ったか。ゆっくり見ててよ。行きましょう。あ、行くの？じゃあ出発するか。やるか。